ハムカツ様、ゲーム開発スタジオ、ここにしてみましょうか。縦10、横8、ミックスウッドの壁、置くだけシンプルパネルの壁にして、黒いアイアンパーケットの床、ニンテンドースイッチ2個置いててもいいなって感じがするので、こっちにも持っていきましょうか。書斎の椅子にしましょうか。グリーン。こうして、デュアルモニターみたいな。オフィスキャビネット置いて、黒にして、なんか引くか、この辺。サーバーってどんぐらい？こっち側。なんかラグ引く？こういうの置いて、本棚置いてみます。こういう感じ。仕切り壁がちょっと、もともとありましたよ。して、濃いなクローゼットいいな、なんか。2号かな。ダークブラウンとかにする。ヴィンテージなのかな？ソファーの下にラグ置いて、50インチ置きましょうか。白とかいいかもしれない。グリーンにしましょうか。テレビの下に、カントリーのローボード。ここにスイッチあります。みたいなヴィンテージラタンのローテーブルちょっとたまに置く。ライトブラウンにしましょう。テレビもうちょい下でいける。夢見のベッドとか丸太の飾り棚かな。この辺に置く。いつでも登場する卓上スピーカーみたいな。キルトの上にグリーンみたいな。積み木テーブル置きましょうか。一旦ミックスとバンティークな椅子置いてみる。一個こっちか。ナチュラルとこんな感じ。マルゲリータにしてみる。スナック菓子ある。めっちゃこぼれてるけど、スパイシーいいね。インターホン置きましょうか。入り口付近インターホンみたいな。オレンジの壁掛け時計飾ってみる。ブラッドオレンジにしてみる。なんとなく時計そこに置いて、久しぶりに飾るか、ウォールプランツ。黄色も捨てがたい。高さがもうちょい下？スパイラルシャンデリア。ブラック選べるね。食べ物ゾーンスパイラルシャンデリアです、みたいな。シーリングファン飾りましょうか。黒にしましょうか。吊り下げキューブライトとかどう？こんな感じ。外観作っていきましょうか。でかいやつにするか。緑の石屋根に黄色いよくある壁。赤いよくあるドア。アイアンなドアプレート。こんな感じと。よっとこの辺、ちょっと横向きに、エージロゴにしましょう。灯台とかあるのいいね。広場のベンチ置きましょうか。こういう感じです。シンプルに望遠鏡みたいな。こういう感じで置いとく。お月様こんな感じにして、こんぐらいの時間帯でまた丸作っちゃう。魚の傘する。こんな感じ。傘の横こういう感じみたいな。